周りの関係者の人から、喪主はすごいんだよ、塩釜はすごいんだよ、こういうところなんだよっていうのを言っていただけた。私は頭の下がる思いでした。宮城県塩釜市、日本一のマグロの水揚げ量を誇り、全国でも有数の港町です。その名の通り、塩釜ではかつて塩作りが盛んで、ここから全国に製塩法が広がったと言われています。その塩釜で古来からの製塩法で塩作りをしているのが合同会社がんばれ塩釜。塩作りの聖地なんです。その塩釜っていう地名、これらをやはり全国の人に知っていただければ、一番我々そのやった意義があるのかなと。町おこしの一環として有志を募り、2年半前に藻塩作りをスタート。しかし先の大震災で被災し、藻塩の工房もおよそ3メートルの津波が押し寄せました。その中で奇跡的に残ったのがこのかまどと神棚。これのがあったから、まず復旧復興いち早くやれよと、こういうお達しかなと思いまして始めました。周りの支えもあり、5月の中旬に塩作りを再開。そして9月、全国から塩の関係者が集まり、復興のシンボルイベントとして塩サミットが開催されたんです。我々の町は海との関わり合いの中でですね、成長を止めていくということになるのかと思っておりますが、その中にやはりお塩、製塩というものがですね、やっぱり復興のシンボル的な役割を果たしていくということであれば、私は大変嬉しいというふうに感じるところでございます。会場では全国の塩の匠が集まり、塩作りからの町おこしやご当地の塩にかける思い、そして復興に向けての連携を誓い合いました。単なる塩だと思っている人が多いんですけども、塩は命のもとですからね。一歩でもいいからもう物を片付けて前に進んでいく、そういうその姿を見せてくれればいいなと。会場の外では塩味サミットと題し、8つのお店が藻塩をアレンジした商品を販売していました。藻塩はミネラルが豊富で、塩辛さと甘さが調和した塩、その活用法は無限大です。宮城県産の卵をふんだんにバターと合わせたクッキーに藻塩の塩が入ってます。藻塩を使った商品を作ることで、塩釜の元気を全国に発信したい、藻塩を復興の足がかりにしたい、そんな熱い思いを胸に集結しました。藻塩を使ったあさりとしたスープで、仕立ててます。これをこの商品をきっかけにどんどん、別の市場にもアピールできればなとは思ってます。この藻塩なしではうちの塩からはありえないですね。で、藻塩っていうのは甘みがあってさらにコクがある塩ですね。ですからちょっとの違いが製品になった時点でまるっきり別物になってしまうと。さらに地元の建築家やデザイナーなどのクリエイターもこの塩サミットに合わせて復興集会と題したワークショップを開催。私たちも一緒に活動している者たちも塩釜市在住の者が多いので、ぜひとも何らかの形でご一緒できればと思いまして、参加させていただきました。やっぱりこういうイベントをどんどんやっていって、こう町全体が明るい雰囲気になっていければいいのかなとは思いますね。彼らは塩の結晶をイメージしたバルーンを作成。素材は土に変える自然素材のエコバルーン。これに来場者それぞれの復興への願いや思いを書き、空に飛ばしました。早く宮城、福島、岩手が元の風景に戻るようにって書いてます。早く宮城県や東北を全部復興してください。震災で一度は諦めかけたこのイベント、気がつくとそこには大きな人の輪とたくさんの笑顔が広がっていました。これが被災地の顔じゃないですよ、まるっきり。3月11日はどこにあったのって顔でしょ。
でむしろその我々のこのイベントを通じて明日があるぞっていう、逆に我々はその力強い後押しをいただいてます。それだけのパワーもらっをいただいている皆さん方の。人と人とをつないだ藻塩は今、塩釜の復興のシンボルとして輝き始めたばかりです。